竹助が今年8月に立ち上げた4人制の優天サッカー全国大会 4V4。12月26日、約1400チームの頂点を決める決勝戦を盛り上げるべく、レジェンドマッチに現役 F リーガーが参戦。ホンダや長友優虎サッカー界の豪華メンバーに加え、フットサルコートを主戦場とする強力なサポート役の登場に本職きた。ガチだ。 と盛り上がりを見せた映像 F リーガーきてるサッカー界のレジェンドマッチに協力助っ人登場ナーナーフーンに上村の同点弾が炸裂子供たち自身が勝ちたいと思ってプレーできる場所発起人であるホンダのそんな思いが形となり今年8月に開幕した4人制 U10 サッカー全国大会 4V4 はショットクロック20秒 ゴールキーパーも攻撃参加可能、そして子どもたちだけで10分間のゲームプランを組み立てて戦う、監督不在の交代自由、といったユニークなルールが設けられた新感覚のサッカー大会だ。12月26日、横浜国際プールメインアリーナにて、4V4 の決勝戦が行われ、試合後にはサッカー日本代表経験を持つホンダ。 長友、遠藤康人ら、豪華メンバーによるレジェンドマッチを開催。現役 J リーガーも揃う中、助っ人として F リーグ界から立川アスレティック FC の上村光也と酒井亮太郎が参戦した。アップ時には、イケメン F リーガー、でもプレーは泥臭い、と紹介された上村について、解説を務める牧野智明は、髪の毛が僕と同じ、73ですね。 どうしてもそっちに目がいっちゃいます、とコメントし、人笑いを誘った。本田率いる、チームホンダ、三坂井、長友率いる、チーム長友、に上村が参加し、ゲームはスタート。序盤からチームホンダが得点を重ね5点をリードするも、徐々にチーム長友も追い上げ、徐々に試合は白熱。すると7分、ゴールキーパーを務める遠藤から左サイドの乾隆にパスが渡り、 ドリブルで運んで逆サイドへのパスを通すと、これを上村が受け取り豪快にネットに突き刺して追加点をマーク。7、10の局面から3ポイント分のゴールを決め、同点に追いついた。試合を盛り立てるゴールに、ABEMA 視聴者もイケメン。うめえ、ガチだ、と大絶賛の声が集まった。一方の酒井も、持ち前の巧みなテクニックと周りを生かすプレーで、 再三得点チャンスを演出しかし残り52秒、ゴール左でパスを受け取った酒井のシュートは惜しくも枠を外れ、本人も思わず苦笑いで天を仰いだ。残り1秒まで互いに勝ち越しを狙い、攻守が大きく入れ替わりながらも、試合は13から13で終了。PK 戦の末、チーム本ダが勝利を収めた。